はいどうもこんにちは、たつみんです。今日はですね、即断即決しろっていうねお話をしていこうと思います。ですね、本題に入りますけども、まずですね、僕は即断即決をするようになってからかなり人生が変わったんですね。即断即決ってどういうことかというと、その名の通りですね、即決断して、何かしらね、行動に移すっていうことなんですね。で、僕的に、その即断即決のコツと言いますと、もう悩むこと自体を、無駄だというふうに、まあ、頭にすり込むんですね。で、頭に、その思考をすり込むことによって、何をするかというとですね、5秒以内に何でも決断するっていう癖をつけるんですね。で、大体、いろいろ悩むことってあるじゃないですか。まあ、5秒以内に決断しろって言っても、この本買いたいな、いやでも興味あるけどどうしようかなみたいな、買うかどうかで悩んでる場合ですね。で、1時間ぐらい、悩むことってあると思うんですね。でも、1時間悩んでも、5秒で、決断しても、あんまり変わんないんですよ、結果って。もうこれはなんか統計学的に出てるらしいんですけど、もう8割方、5秒で決断しようが1時間悩もうが、買うっていう風にねなってるんで、やっぱり時間短縮のためにも、5秒でね決断することっていうの大事だし、例えばね自分の、慕ってる人とかからのお誘いとかがあった時に、まあ、先約が入ってたりとかね、それよりもなんか大事そうな予定が入ってたとしても、どっちに行きたいかみたいなことで、5秒以内にね決断して行きますって言えたらね、その時点で、相手にも気に入られたりするし、やっぱりそういう人との共有時間を増やすことによって気に入ってもらえて、どんどん人脈っていうのが増えていったりもするんでね、そういう面を考えてもやっぱり即断即決っていうのは大事な思考だなっていうふうに僕は思います。まあでも、ぶっちゃけ即断即決しろって言ったところで、なかなか難しいじゃないですか。まあ自信がね今はまだついてない人とかもいると思いますし、僕だって昔はそんなね即断即決できる人間じゃなかったんですよ。で、そういう時どうしたらいいかって言ったら、こういうね動画とかを見て、その人の言葉を一旦信じて行動に移してみるっていうことが大事だと思います。これはどういうことかというと、例えば本屋さんにねあなたが今から行くとして、その時にこの本を買うんだっていう風にね決めて本屋さんに行ったりすると思うんですけど、まあそういうね、時に本屋さんに行った時に、まあ、この本ね、買おうかな、どうしようかなで思った時に、僕の動画とか思い出してね、そういえばタツミンって5秒以内になんか決断しろみたいなこと言ってたなみたいな感じで、それをね一旦行動に移してもらって、じゃあ今日は5秒以内に買うぞと、で、買ってみてください。それが、まあ、いい結果につながればそのままやればいいし、やっぱり自分は、悩んだ方がいいっていう風にね、思うんだったら、まあ、しっかりと、悩んだ上で、買う方があなたには合ってると思うので、そっちにしてもらったらいいと思います。ただ、僕の場合は、即断即決をすることによって、いろんなね人脈とかチャンスとかをね掴んできたわけですよ。例えばね、まあ、ちょっと今お世話になってる人からのお誘いだったりとか、まあ、連絡とかあるんですけど、まあ、そういう人からの、連絡になるべく早くね返答をした方が気に入られるっていうのは知ってたので、まあ今日の晩空いてるとか今から空いてるっていうね、お誘いに、まあ、すぐ行けますっていう風にね返答した方が相手も気に入ってくれるし、そのおかげでねいろんなところに誘ってもらえるようになったりっていうね、そういうこともあるんで、やっぱり即断即決っていうのは大事です。でもその新たに合ったね人生の選択っていうのをしていくと、いいと思います。今日のねお話をまとめるとですね、まあ、即断即決しろっていうお話なんですけど、5秒以内に何でも決断する癖を、つけると人生っていうのはね、時間短縮にもなるし、せっかくのねきっかけを、失わずに、チャンスをつかむ人間になれるんじゃないかなというふうに思います。この動画が良かったらね、下からねチャンネル登録していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、では今日の動画は以上になります。ありがとうございます。